はい、こんにちは。ゴーストリコンワイルドランズの PVP モードがね、実装されたんでね、今プレイしてます。で、なんだこれ。マルチクラス。リクルート。AK。おなじみの AK。G2B。まあ、なんかよくわかんないけど、とりあえずやってみますか。で、PVP モードがなんか割と最近実装されたらしくて、で、まあ、このゲーム自体まだ持ってないんだけど、なんか週末フリープレイで、遊べるとのことなんでね、早速インストールして今、初回プレイですね。レベル1。なんかレベル高い人が1人いるから、この人についてきゃいいのかな？ 4 対4みたいですね。さあ、マップもよくわからん、ルールもよくわからんけど、相手を倒せばいいのかな？ちょっとルール見てなかったな。どうしたらいいのこれ。なんか、オブジェクト系？ほう。あ、なんか、ちょっと待って、感度がちょっと早いかな。ちょっとどっかで設定を。ちょっと早すぎるな、これ。ちょっと、変えよう。感度がやばい。だいたい振り向き20センチぐらいにしたいんですよ。25。これでいいや。ちょっと後で設定、ちゃんと変えるかな。で、60fps しか出てないのは、あ、ボーダレスにする。ブルースクリーンにして。映像、なってるか。よし、とりあえずこれでやろう。お、なんだ、ドローン飛んでる。こっちもドローン飛んでる。何、ドローンで何、相手を見つけたりするの？これ。ドローお、ン飛んだ準備飛ん完了。だ。戻した。とりあえず今はいいや。うわ、何？この辺でもう敵出てくるの？めっちゃしゃがんでるしょ。ただ、なんかアイコンが一人だけ違うぞ。なんかスナイパーっぽいな、あれ。他のやつみんなドッグタグ。これあれかな？初心者のマークかな？タワーからの信号を受信。もうすぐ何こ起れ？動すリる。コンタワー。あれは何？ぶっ壊せばいいの？起動って書いてるよ。いやーな、ちょっと、よくわからないんで、とりあえず、AK をね、ぶっ放して敵を倒したいっすね。どこに敵がいるんだ？この、多分あのリコンタワーの近くは激戦区になりそうだよね。さあ、もうよくわからないんで、ちょっと様子を見つつ、突っ込んでいきましょう。はいはい、どんどん。あ、ドローン飛ばしてる。お、なんだなんだ。あ、びっくりした。なんか落ちてきたぞ。あ、なんか、何、当てると、箱とか変な方向に吹っ飛んでんだけど。敵？あ、あっちにいんの？ちょっと待ってよ。光ってる光ってる。あ、マーキングされた。あ、ドローンでマークすんのね、これ。よし、近い近い。さあ、敵を見つけたんで、隠れやがった。あれ、なんだ、どうやって伏せるんだ？あ、伏せたか、今。いた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 。ほら、ほら。ちょっと待って、ハンドガンなんで持ってんだよ、俺。ほらー。お、なんかあいつ、爆発したぞ。あの、奥にもいる。奥にもいる。よし、あっちじゃ俺がやりに行くぜ。走って突っ込んで。え？あ、いた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 。いたいた。いたー。ほら。ほらほらほら。よし、やった。一人やった。4対2。あと2人倒せば、OK かな。あ、マークついてる。お、味方が倒してくれた。ちょっとドローンを使って。さあ、この中に、いないかな？いないっすね。なになに？あ、電池切れんの早っ。こんなに切れんの早いのか。いて、いてててて、あー、やられたわ。後ろかい。まあ、簡単にやられてしまいました。味方がリコンタワーを確保。何、確保したらどうなの？あ、もう敵の位置が表示されてるぞ。ドローンで見けたか。おー。 ということで、ラウンド1勝利。なるほどね。倒せばいいのね、とりあえず。
なんか、やっぱ同じとこ作ってるだけあって、レインボーシックスっぽいよね。で、クラスが、何クラス 4×3 の12種類とか、マークスマン、アサルト、サポート。まあ、とりあえずね、アンロックしてないから、初心者で。パーク、なんか能力とかもつけれんだなぁ。フラグ、サブウェポン。まあいいや。なるほどね。なんか打ち合いってよりはどっちかっつうと情報戦っぽいね。ドローンで相手を見つけて、マーキングしてからもうサクッとやるみたいなね。そんな感じかな。よし、行くぜ。で、さっきと逆陣営になったのか。あの矢印のある方向に敵がいいのかな。さあ、行くぜ。最近なんか、あれかな、スターウォーズもやってるし、PUBG もあるし、今年は TPS が結構面白いやつ多いよね。ドローン出てきた。ドローンを AK で撃っていくが、弾が当たらない。この AK の飛距離なんぼだ。あれ撃ってダメなの？当たんない？やばい、もうなんかこの辺敵いそう。ちょっと待ってよ。なんかちょっと違うんだよな。うん、これ、切り替えのがよ。長押しとかやってらんねえ。ドローンを展開。うん、こんなとこでもう隠れちゃって。あれでもなんかさっきのタワーってもうちょっと奥じゃないかな。もうちょっと進みたいな。まぁ、ちょっと、行っちゃいますか。ずかずか。お、なになになに、え、ちょっと待って。いるじゃん。あ、味方倒してくれた。ナイス。タワーからの信号を受信。もうすぐ稼働する。さあ、ここでドローンを出して。敵を見つけたいが、カチン、カチンって。リコンタワーの周り、いないかな。いない。よし、進んじゃおう。さあ、左の方から距離を詰めていって。あ、この場所ちょっとやばいかもな。なんだ、スカウトって。ドローンじゃないのね。まずいかな、こっちから行ったら。ちょっと、味方の方に。合流しよう。タワーの稼働を確認。おお、なんか怖くなってきた。いやー、4対3、数で有利だから。あっちから敵来ないかな。もうね、FPS じゃないからさ、自分の姿を見せないで相手の姿を確認できちゃうからね。角は要注意なんだよ。ただこの点のゲームって結構やっぱ止まってることが多いからね。もうガンガン突っ込んで動きながら撃つとね、案外やられなかったりするんだよね。よし、ちょっと距離を詰めるぜ。さあ、敵の姿を確認したいが、見えない。さあ、なんかテント？キャンプか、ここ。さあ、スカウトがまたドローンを出している。おっと、マークされた。ちょっとやだな、これ。つうか、あれかな？こっちからドローン来たってことは、こっちにいるってこと？違う？さあ、当たれ！ほら、当たれ！あ、なくなった人の。どこ行ったんだよ。マーク解除。敵は見えない。もう大丈夫。いまいちな、マップの感じが。何これ。あ、補充できんの。ちょっとマップがわかんないから、ちょっと歩き回ってみますか。さあ、あそこにリコンタワーがあって。あそこ、
敵来ないかな。敵のドローンを確認。ああでもやっぱドローン出してるってことはあの辺にいそうだよね。さあドローンを、うわマークされた、くっそすぐマークされるんだよな。もう逃げちゃおう。さあ解除されたんで別ルートから相手の方に進めていきたい。敵がいる。どこ？あ、あっち？あっちにいんの？うわ、怖えな。どこ？なんか近くで光ったよね、黄色く。どこだ、どこだ。全然動きがないな。お、なんだなんだ、馬？あ、味方か。つかな、なんかこのドローンの電池切れんの早くない？なんかスカウトって書いてるドローンずっと動いてんだけど、あんなに仲持ちすんのか。あ、ちょっと黄色い点発見。そのやりたいね。あんまりね、なんかじっくりやるの好きじゃないんで、ガッと攻めてね、早めに勝負をつけていきたい。さあここから右向いた時に、お、またドローン出してる。普通のドローンか。見つかりたくない。もう近い。あ、なんか向き変わった。よし、行くか。気をつけろ、敵がいる。あの色ついてるやつ。なんか後ろで音がしたが、あ、あれもしかしてやられてんのかな。さっきとマークが違う。いやー見えないな、敵の姿が。なかなか、お、いた、いた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 。よし、やれやれ、突っ込んでやってやんぜ。お、いた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 。え、こんにちは、倒してやんぜ。うっそ、こっち先に行けて、なこれもしかして覗かないと全然当たんない感じ。 AK 全然当たんなかったでしょ。なんかペチペチ言ってた割にはおかしいな。あー、こっちも一人だよ。リコンタワー使用中。お、おー、倒した。すごい。もう大丈夫だ。あ、なんか蘇生してくれんの？おー。あ、ドローか。時間切れになったら何？こっちの数が多くても。ドロー？あ、なるほどね。蘇生できんだね。まあ、とどめとかじゃ刺さなきゃダメなのかな、これ。ちゃんと。いや、なんか他の陛下使いたいけど。これしかないか。なんかレベル2の人も初期キャラ使ってるけど、何本までレベル上げたら他の陛下使えるんだ。3とか5とか。さあ、第3ラウンド。
結構難しいね。あんまりガンガン進んでバコバコ倒すっていう感じのゲームではなさそうだし、情報戦かな。さっきも言ったけど情報戦だから、相手の位置をまずドローンかの中で特定して、でアイコンつけてから倒すみたいな、そんな感じなのかな。なんかスナイパーとか強そうだよねこのゲーム。さあ走って距離を詰めていく。まあ、絶対あのリコンタワーあたりがね激戦区だから。うわスカウト出てきた。あれすぐなんか見つけてくるんだよな。こっちもドローンを出してく。早く消えねえかな。さああのドローン長いな、ずっといるんだけど。よし消えたと思ったら、お、何あれ迫撃砲なんだのドローン。ちょっと待って、怖えんだけど。何あれ、あいつ撃ってくんの、あのドローン。ずるくね。お、壊した。騒がしいな。お、なんだ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 、どこ、おおおお、木燃えてる。あ、そういうこと、迫撃砲って。いやーちょっと遠いんだけど、遠いです。めっちゃ遠いんでね、走ってガンマ走りして距離を詰めて。さあこの危険な行動大丈夫か。で今なんかいたんだよね、右の方に。右の方で黄色く光ってたから、ここでドローンを出して確認していく。いた。よし、マークした。しゃあ、行くぜ。マークしたからこっちのもんだ。さあ、走って。あ、消えた。消えたでござるよ。でも上からね、見てるからね、こうやってもう。こっちは、情報はこっちが握ってんだぜ。はい、やったー。一人やったー。さあ。お、あっちにいる。あとはあいつを倒してくれたか。お、勝ち。スコア 2-0。いいっすね。あ、あの、あ、そうか、3ラウンドだから、2ラウンド取ったら勝ちってことね。はは、まあ、なかなか面白いじゃないですか。もう、大して役に立ってないけど、私。あ、レベルが ?2 に上がりました。まあまあ初回にしてはね、結構面白かったかな、これ。ちょっと続けてやってみたいと思います。なんかやっぱクラス使えるようになってからだね。もうちょっとやってみないとわかんない。